平成19年4月19日、阿蘇市西宇野浦で阿蘇市ふれあいプラザ北外輪の開所式が行われ、周辺地域の方や来賓約80名が出席しました。このふれあいプラザ北外輪は旧内野牧北部保育園を改修し、新たに介護予防拠点施設としてオープンしました。施設には保育園であった名残を残しつつ、高齢者の方々が過ごしやすいようにスロープや手すりを取り付けています。